イシンガンアツサ。シングギャングのアツです。今回はまた昨日のリベンジということで朝真面目にやってきました。で昨日おとといと夕真面目やったんですけど、ノーキャッチに終わってしまい、次は朝真面目ということで暗い時間からエントリーして、だから日が昇りにつれ暴れるであろう鬼平、そしてローニアジを狙っていきたいと思います。では早速暗い内から投げていきましょう。今日の最初のエントリーはどういったルアーでしょうか。ミノーですね。こちらのフローティングミノーです。これで浅瀬を引いてきてやってみましょう。シンキングペンシルだとやっぱり浅場引くとただ巻きだと大丈夫なんですけど、やっぱりフォールとか入れるとちょっと根掛かりが心配だなということで、もう巻いて地面に当ててもこうリップがうまく根掛かりを回避してくれる、こういったミノンを使ってやっていきたいと思います。じゃあ早速お願いします。はい、ちょっと弱いですか。昨日より波ありますね。来ました。あ、ピントが合わない。よしよし、浪人だ。お、浪人よっとよっと。おー、そう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 。おお、40超えてる。おお、ナイスサイズ、やった。やりました。はい、やりました。ローニー、こういう感じですね。40アップ。できめきました。来ました。試合の訪れかもしれないです ね。いきなり来ましたね。一応本命ですね。本命ですね、はい、ちょっとサイズが小さめですけど、はい、でもやっぱりいいですね。はい、かっこいい。よし、じゃあリリースします。はい、未来の地域。やりましたね。はい、まず1匹目。本命ゲット。ゲット。で、まだバシャバシャしてない状況下でもやっぱ食ってきてるんで、浅瀬を回遊してるんでしょうね。ですね。はい、浅瀬さん、はい、銀亀なら僕持ち帰りたいです。取り合いしますか2人。じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、頑張ります。トップ持ってこようと思ってたのに、とりあえずはトップでやった方が。あ、ビルが。いやでも、いきなり食いついてきたから正解じゃないですか。そのロット強いですね。結構かなり余裕な感じで上がってきましたけど。ライトタックルだったらドラグ止まらないやつですけど。ですよね。あのサイズでも引きは相当なもんなんで。系がいないっすね。静かっすね。なんだろう、今から長い系が出てくるんです。それ辛い話っすね。ガッツン来てほしいっすね。ガッツいらんっすよマジで。ライト焚いてる時の脱はものすごい怖いんで。あ
ある意味シャークより怖い。怖いっすよ。光目がけて飛んできますからね。よしよし。おーし。暴れた。暴れたか。よっしゃよっしゃよっしゃ、来た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 、バレるなよ。よしよし、おお、おいけかつお、でかいでかいでかい。おお、あれ取った。びっくりびっくり。お、ナイスサイズですね。釣れた。ナイスサイズ。はい、やりました。おお、やりましたやりました。琉球イケガツオ、これはナイスサイズですね。60アップ。これもあのナブラウチでよく釣れる魚ですね。ですね。あのちっちゃいイケカツは実際こんぐらいになるとそうそういうことですね。じゃあこいつもリリースします。はい、よし、オッケー。じゃあ30。オッケー、いった。やりました。やりましたね。まあ本命ではないですけど、あれもあのこのナブラウチでよく釣れる魚。60アップでしたね。60アップ。ナイスです。引き続きやっていきましょう。出会いは短いです。明るくなってみるとこんなに飛んでたんだと思って自分でびっくりしました。すっごい距離飛んでますよ。ルアーが水路まで到達してるんですよ。あ、到達してるの。水路から駆け上がり、ちゃんと攻めてこれと結構な距離ありますよ。おお、目の前じゃん。追っかけてきた。いや、追っかけてきた。目の前にいたじゃん。びっくりびっくり。目の前にいたんじゃなくて追っかけてきた。追っかけてきたの。はい、チャンスチャンス。まだいますね。はい、目の前におしゃって、ちょっとやってるね。こんな目の前まで追っかけてくるってちょっと。やばいっすね。8の字選べなかったな。今こそ出番ですね。なんでいらんところで使って今やらない。ここで8の字やりづらいでしょう。水平なんで。はい、アイの字しか書けない。あと3頭。オッケー。水路の駆け上がり狙いですね。そうそうそう。しつこいんですよ。いやいや、チャンスありますからね、一番。押した、来た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 。あ、やばいやばいやばい。え、もしかしてもう分かった。わあ、もう分かっちゃったんだ。水面でバカバカ跳ねられたり
やばい、決まった。怖いっすよこいつは。あー、オートリリース、ナイスオートリリース。やらせていっと。はい、相手も笑ってくるからさ、まあ、奇跡起きたと思いましたね。起きたと思いました。うわ、当たった。ちょっと待って、もう一度やろう、もう一度やろう。多分乗らない具合が、あ、また脱ランド引き上げたいっすね。とりあえず最後それは定番になりつつありますね。昨日の夕方我慢しました。あの潮も満ちてきて、ね、危ないので危ないです。撤収しましょう。撤収しましょう。はい、はい、じゃあ撤収。撤収。一応は本命キャッチだけど、まあ、満足サイズではなかったですね。まあでも40センチオーバー、普通にライトタックルだともう超きついファイトになるサイズだったんですけど、一応本命ですね。はい、でその他はまあクイーンフィッシュ、琉球イケガツオも連れて、まあまあの超過になりました。イケガツオでもナイスサイズじゃないですか。そうですね、60アップ、もうあれがマックス級ですね、こっちの中では。こういったミジュンベイト、もしくはマイクロベイトの時にこういろんなフィッシュイーターがついて、まあ、今回上がったローニアジとこの琉球イケガツオの他にもカマスとかギンガメアジ、そういった魚もついてきます。でもちろんダツもあの欠かさずついてくるんですけど、だそういった中ですね、やっぱりフィッシュイーターがいっぱいいる中でもしっかり本命のターゲットっていうのを選んでするとやっぱり面白いですね。自分的には不完全燃焼です ね、 ですね。ちょっとこれまた来ないといけないですね。そうですね、また来て、今日ももうちょっと音でわかると思うんですけど、風速14メーターです。今日風強いんですよね。結構風強い中ちょっとやったんですけど、またリベンジ。そうですね、まあシーズンインしたばっかりなのでまたリベンジできたらと思います。はい、というわけで今回もありがとうございました。今回使用したタックルです。今回使用したロッドはこちらエクッセンスの S1100MH というモデルで、11フィートのミディアムヘビーのロッドです。まあ本来は平鈴木とかに使用するロッドなんですけど、今回新しく大円筒と根ずれを回避するためにあえて11フィートの差を選びました。で今回の利点がかなり活かされて、ファイト中も余裕で根ずれも全くしなく、誰よりも遠くへ飛ばして飛距離で釣ることができました。そしてリール、リールはこちらツインパワー XD の 4000XG 4000番ですね。まあ11フィートの長さにはもうバッチリバランスが取れてるサイズのリールです。そして今回釣れたようなサイズ60センチオーバーの魚でもグイグイ寄せてくれる力があります。そしてライン、ラインはパリバスさんから出てるショアキャスター PE の 1.5 号です。まあ今回相手の引きが強いっていうのもあるし、その他にもですね、投げるルアーが大きいのでやはり細いラインだと高切れする可能性があります。なので最低でも1号以上のラインを使うことをお勧めします。で、全てのトータルバランスを見て 1.5 号がまあベストかなというところで今回 1.5 号を使用しました。そしてリーダー、リーダーはバリバスさんから出てるこちら TI ニックスの6号です。まあ P ライン 1.5 号とバランスを取ってまあ6号ぐらいを使用します。あんまりリーダーが太すぎるとやはりルアーの泳ぎは悪くなるし、で今回のようにダツとかそういった魚がいると細いリーダーでは切られるというところで、バランスを取るとやっぱり6号から8号で、まあタマンとかが入ってくる場合だと10号とかそれぐらいの太さを選んでもらえれば間違いないと思います。はい、そしてルアー、ルアーをこちらサイレントアサシンの 99F というフローティングミノーです。まあ、今回のような浅い場所ですね、浅い場所だと根掛かりしやすいので、そういった場所であんまり深く潜りすぎないようにショートリップのフローティングミノーなどを使うことをお勧めします。そしてフック、フックはこちら STX の58のシャープ4番ですね。このサイズかなり強いフックとなってます。今回の、まあ、ローニアジとクイーンフィッシュ両方釣ったんですけども、結構ゴリ巻きファイトだったんですけど全く曲がらず問題ないですね。刺さりもよく曲がらないフックです。